こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回皆さんに紹介したいのはここに並べてますけども、まあこういうふうにね、4つのアイテムをピックアップして、今回も皆さんに1つの例としてコーディネートを紹介していきたいというふうに思っています。まあ今回のこのコーディネートのメインとなるのがこのジャケット、これはレザーブランドのショットのこのシングルライダースジャケット、このジャケットをメインとしたコーディネートを紹介していきたいというふうに思っています。このレザーブランドショットが作り出すこのシングルライダースジャケットになるわけですけども、この名前の通りこのライダースジャケットというのは、バイクに乗るためのジャケットとして考案され、より耐久性のあるしっかりとした肉厚なレザーを使ったこのシングルライダースになるわけですけども、まあ、今回はバイクに乗るためのジャケットなんですが、今回のこのコーディネートというのはそういうふうにね、バイクに乗るためのジャケットというスタイルではなくて、そのバイクじゃなくて、普通のねファッションの一つのアイテムとしてこのシングルライダースを捉えた時に、じゃあ、コーディネートはどういうふうに持ってこれるのかっていうのをね、そういったものを見てほしいというふうに思います。まあ、通常であればこういったライダースジャケットというのはジーンズにブーツっていうね、そういうふうな、まあ、バイクに乗る時のスタイルというのは決まってくるわけですけども、そうではなくて今回はそのバイクとは置いといて、そのシングルライダースジャケットを一つのファッションとして捉えた時にどういうふうな表現ができるのかっていうのをね、皆さんに紹介していきたいというふうに思っています。まずはピックアップしたものを紹介したいと思っているんですが、まずピックアップしたのはこのタイプになります。ホワイトのこのニットタートル、これをピックアップしてみたわけです。ああいうふうな黒のライダースジャケットのインナーに入れるのが、こういうふうなニットタートルをピックアップしてみたわけです。こういうふうなちょっと柔らかなね、柔らかなタッチのニットタートルを中に入れることによって、よりそのふんわりとした柔らかい印象で、表現ができるんではないかというふうに思うんですよね。あのジャケットがどうしてもね、ハードな男をイメージするような武骨なイメージがジャケットにあるわけですけども、あのジャケットを少し柔らかな印象で表現がしたいときに、こういう風なニットタートルを中に入れて、まあ、中和するというかね、そういった感じで、してみたいという風なことで、このニットタートル、これをピックアップしてみたわけです。そしてパンツですが、パンツはこちら、このベージュ系のワイドパンツ、これをピックアップしてみたわけです。まあ、本来であればああいう風なライダースジャケットだったら、そのインディゴブルーのジーンズだったりブラックジーンズだったり、そういったパンツを選ぶんですけども、今回はあえてこのワイド系のベージュのパンツ、これをピックアップしてみたわけです。まあ例えばニットタートル、ホワイトのニットタートルにこのベージュのワイドパンツをして、そしてジャケットを着ることによって、またあのライダースジャケットが全く違う意味のジャケットに、表現ができるんではないかということで、あえてこういう風なベージュのワイドパンツ、これをピックアップしてみたわけですね。そして足元ですが、ドクターマーチンの3ホールシューズ、ホワイトステッチ、ホワイトステッチの3ホールシューズ、これをピックアップしていたわけです。これを選んだというのが、やはりジャケットがブラックですね、ブラックのレザーに対してブラックのスムースレザー、そしてイエローステッチではなくてこのホワイトステッチを選んだというのは、あのニットタートルがホワイト、いわゆるトップスがああいう風な黒と白のモノトーンスタイルということで、足元も同じような黒と、白のこのモノトーンスタイルの3ホールシューズ、これをピックアップしてみたわけです。いわゆるトップスがああいう風な黒と白、足元も黒と白っていう風に合わせてみた。そしてこの真ん中にこういう風なベージュのパンツを持ってくることによって、また雰囲気が変わってくるかというふうに思います。例えば全部がねモノトーンにしようとして、パンツも黒か白かのパンツをするともう全部がモノトーンになるんですけども、今回はその真ん中にあのベージュというふうなね中間色を入れることによって、また表現が変わってくるかというふうに思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかっていうのをね見てほしいと思います。そしてまたこのレザージャケットの詳しいこと、そしてまたこの3ホールシューズの詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページと YouTube のリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをねクリックしてみてください。今回はこういうふうなシングルライダースジャケットを使ったコーディネート、一つの例としてコーディネートを紹介していきました。I didn't want to see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, oh, oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me?I can't seem to deal with this. You try so hard to pull
she got me hooked on. She pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she trying to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah.